Family Forks。シロ、誰かを救うということは誰かを助けないということなんだ。10年前のあの日、覚えているのは暑かったことと息ができなかった。そして誰かを助けようとしてその誰かも死んでいったこと。エミア、喜べ少年、君の願いはようやく叶う。やめてよね。なんだってあんたが、よりによってこんな日に、こんな時間に。もう忘れるな。それは凛にしか似合わない。自分にできることだから、やらなくてはいけないことだと信じたから戦うと決めたんだ。アーチャー、手助けはしないわ。あなたの力、ここで見せて。彼らを競わせ、ただ一人の持ち主を選定する。それが聖杯戦争だ。遠坂凛よ、あなたの好きなように呼んでいいわ。サーヴァント・セイバー、召喚に従い参上した。この町に現れる聖杯は本物だ。また遊ぼうね、お兄ちゃん。だってエミア、笑わないでしょう。あなたは優しく殺してあげます。その霊樹をもらってあげるわ。戦う意義のないエミア・シロをここで死ね。ずいぶんとゆっくりとお出ましじゃないか。なぜ正義の味方なのですか。武器だ、戦うための武器がいる。だから無意味なんだ、お前の理想は。今のあなたじゃセーバーを助けることなんてできない。今すぐあいつを殺して。これが代償なのね。では花のように散れ。ねえアーチャ、自分のやってきたことを後悔したことってある？誰も泣かずに済むのなら。シローが来る、お母様がいたこの城に。行くぜ、この一撃手向けとして受け取るがいい。それがエミア・シローの限界だ。無理を積み重ねてきたお前にはふさわしい幕切れだろう。確かに奴は口にした、寸分たがわず俺と同じ言葉を。